はい、どうも、くらちゃんです。じゃあ本日はこちら、バトエン大会ということで、期間限定で開催されるバトエンの大会です。ピックとデッキの異なるルールで、前半後半に分かれて記録を競います。記録に応じて豪華な景品を受け取れますということで、今回のイベントが来ております。結構バトエンね、なんかよくわからんから嫌いみたいな、そういう方たくさんいると思います。あとは対人コンテンツは嫌いみたいな、まあまあまあそんな好き嫌いせずにちょっと一回やってみてくださいよ。バトエン、今回はフラちゃんがバトエンの楽しみ方をね、皆さんに紹介していきますので、ぜひとも参考にしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。レンドは北のマップのこの辺ですね。この辺に来てもらうとバトエンのレンジャーがいるんで、まあ、ちなみにこちらイベントなんですけども、あらかじめバトエンをできる状態にしておかないとこのバトエンイベントそのものができないんで、なのでバトエン自体がまだできない人はこちらに来て、でバトエン受けてください、クエストを。まあ、割とすぐに終わるし、であとは今回のルールに関しては別に自分がバトエン持ってなくても大丈夫なんで、まあ、サクッと終わらせてみてください。というわけで、いや俺の名前はバトエンじゃ、青きバトエンのオーラに突き動かされバトエン大会を開催するために降り立った。そう、バトエン大会とは前半戦の、まあ、いろいろこう、ごたくが言われるんで、今回は前半戦はタクティカルピックルールということで、まあ、やりゃわかります。で、報酬に関してなんですが、今回はこんな感じ。SS ランクの方に究極邪教師祭のカードがあるのと、S ランクの方に黄色の常連禁止がある。で、あとは A ランクより下というのは、これ今回のイベントじゃないと手に入らないんで、まあ、少なくとも A ランクまではやってほしいですね。あとはランキング上位報酬なんですが、こんな感じ。まあゴールドもらえたりとか、バトエンのお面とかもらえるんで、まあその辺ゲットしていきたいですね。はい、そういうわけでね、早速実際にやってみたいと思います。完全ソロコンテンツなのがね、ちょっと惜しいところっすよね。これフレンドとかと一緒にできればまあ面白かったのかなって感じはするんですが、まあ完全にソロなんでちょっと半ば残念。まあ談合とかできちゃうんでね、しょうがない部分ではあるけども。はい、というわけでマッチングいたしました。画面が真っ暗で動きません。はい、というわけで来ました、来ました。じゃあまず、この中から敵に使われたくないバトエンというのを選んでください。まあ、例えば、なんか爆弾は使われたくねえなみたいな、まあ、そういう場合あるじゃないですか。ダイオウイカ使われたくねえとか、そういう場合に、じゃあダイオウイカ使われたくないということで封印しますわ。で、この封印したやつっていうのは、これ、自分だけが封印した場合っていうのは、自分は使えるんですよ。まあ、つまり、まあそういうことですね。で、まあ、あとは全体的な、なんかこう、パーッと見て、なんか全体的に丸に攻撃が多いなとか、なんか星に対してやたら攻撃が多いなとか、なんかそういうのわかるじゃないですか。なんとなくこう、バーッと見れば。そしたら、まあ、今回なんかは、まあ、丸がなんかちょっとやたらとやばそうな気はするんで、星をメインに組んでいきたいですね。まあ、例えば強いのがジラフマスターとか、ダイオウイカ。まあ、あとはちょっとネタで爆弾岩でも仕込んでおきますか。よし。今回のパーティーこれにします。はい、そういうわけでやっていきましょう。で、あとはこのチェンジアタックね、これがめちゃめちゃ肝になる。で、まず場の状況を確認する。で、場の状況を見るとなんとなく星1回なんかやばい気はするんですけども、まあとりあえずこのまま1ターン目はそのまま様子を見るっていうのが定番なんで。はい、ミス。なんか星キラーの死神貴族がね、そんな感じにやってくれたんで。ただ攻撃、はい、20ダメージ。とにかく考えることは、敵に攻撃するよりも相手よりも生き延びるってこと、それをひたすら考えましょう。なので敵からの攻撃を受けなければ勝てるわけですよ。なのでいかに攻撃を受けないかっていうのが大事で、今なんか眠りとか入っちゃいましたね。で、眠りとか入っちゃってて、なんかやたらと星に対してやってくるんで、まあ、ここは変えたいんですが、変えたところでなんで、まあ、ここはちょっとそうですね、まあ、とりあえず戦っておきますか。あー、なんか変わってきた。パンドラボックス、はい、全員に20ダメージで攻撃をしてくれたんで、あ、俺起きる、あ、完璧、あ、俺ジラフマスター、おい、ゾンビ系に、ゾンビって誰、ゾンビいないですね、残念ながら。まあ、全体に20ダメージ、あ、もう一回、あ、ちょっと待って、これは良くない、よし、はい、完璧。あの爆弾魔が怖いですね。ワンチャンメガンテとかやってくるんで。でもあいつ丸攻撃が主なんで、はい、こんな感じに。もう自分星なんでね、攻撃受けないですよ。で、パンドラボックスとか見てみると、まあ、こんな感じに、星にも強いし、丸にも強いと。まあ、こいつらは相手にしない方がいい。まあ、要は、その、丸キラーが何人いるか、星キラーが何人いるか、みたいな感じで立ち回るのがいい感じですね。とりあえず、ま、今は星出しときゃ間違いないかなって感じなんで、まあ、とりあえずそのまま、星のまま行きます。あ、
なんか爆弾今もやれそうな感じっすね。で、おら、おし、くたばれ。おし、とりあえずメガンテ封じ。これで OK。一応パンドラボックスに関しては、そのザラキーマとかやってくるんで、まあなので、できればね、早めに処理はしたいんですけども、まあしょうがないっすね。っていうかみんな星ばっかでですね、今回。まあとりあえずは、そうだね。チェンジアタックしてもしょうがないんで、まあ、このまま行きますか。チェンジアタックは一番上の技を最初にやってくれるんで、なのでチェンジしちゃうと丸攻撃になっちゃうわけですよ。で、今回みんな星属性しか使ってないので、チェンジアタックが完全に無意味になるんですね。まあ、そういうことも懸念しながら、うやめろマジで、うわ痛え、ちょっと待ってください、待ってください、ここでちょっと全員を仕留めたい、仕留めれるのか、いや無理だ、まあ、とりあえず OK、さまよう鎧以外は全員ぶっ殺した。パンドラは生きてるけど。やめろやめろやめろ。いや、ちょ、会心の一撃は。すいません。ちょ、まあまあまあ、しょうがないしょうがない。こういうこともある。まあたまにあるね、運が悪いやつですね。したら、星に攻撃できそうなやつといえば、そうっすね。まあ、こいつ、まあ、ダイオウイカなんかいいかもしんないけど、とりあえず爆弾員はやっとく？よし。まあ全体にね、30ダメージとか持ってるんで。まあ、この辺はいい感じにやっておきましょう。で、最後のね、ダイオウイカは切り札として取っておこう。はい、はい、このターンダメージ受けない？打撃だけど。で、あと、てか、一番素早さ遅いっすね、俺。よし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 。とりあえず、丸攻撃を持ってるジラフマスターを先にぶっ殺したい。よし、オッケー。頼む。メガンテでもいい。メガンテでもいいよ。おー、ナイス。はい、攻撃。素晴らしい。で、次、サラバンドさんが新品のモンスター出してくるんで、俺がメガンテで吹き飛ばせればマジで最高。んで、どうしよっかな。ここはマジックスープとかやってもしょうがないんだよな。結局呪文とかないもんな。じゃだったらラブチョコ使っとく。これ新品のうちにラブチョコで頼む。30ダメージのやつ来てくれ。死神貴族が、よし、ナイス、星ダメージ。でも俺丸属性なんで、あ、意味がない。もう傍観者、はいはい、なんかゾンビ系になんかやってますけども、あ、死神貴族がどうやらゾンビ属性だったようです。やめろマジで、やめろ、お前こっちみんなマジで。ちょ、なんか互角な感じになっちまったじゃねえか。いやー、やった、やりました、ヒュー。しかも、メガンテってテンション乗るんすね。はい、ここで一騎打ちになりました。ダイオウイカと、何でしょうか。はい、何が来る、あ、ジラフマスターですね。はい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 。じゃあ勝負しましょうか。はい。じゃ、何が来る？はい、読み送り？はい、全員に 20？ あ、でも俺、ゾンビ系じゃない？はい、からの、ふざけんなマジで。ミスじゃねえんだよ。ちょ、待って。なんかアイテム間違えたな。アイテムにマジックスープとか入れてたけど、これ完全に意味がないっすね。あ、でも、あ、そうか。マジックスープって元から配られてるやつなんで、あれなのか。関係ないのか。ちょ、これ、意味ないっすね。とりあえずマジックスープ使っとくか。意味ないけど、完全に。頼む。で、こっから全部のね、ダメージが通るようになったんで。ああ、オッケー、攻撃。はい。で、今いいよ。HP 的には互角です。ところが、はい、来た。はい、ナイス。はい、触手連打で、はい、60ダメージ。はい、素晴らしい。もう一回触手連打したら俺の勝ちですね。まあ、ただちょっと、バトエンはね、最後まで何が起こるのかわからないのが面白いところ。はい、残念、ミス。はい、からの、よっそ、いいよ、30ダメージ、30ダメージ。いいですよ。あ、もういいよ。もうチェックメイト状態だよ。いけるぜ。あ、来いよ。なんか来い。おい、20ダメージ。あ、しょうもない攻撃。あ、かゆいかゆい。蚊に刺されたぐらい。あ、よいしょ。あ、素晴らしい。あ、炭攻撃。ありがとうございました。あー、素晴らしい。やっぱ、ダイオウイカゲッスはこのゲーム。弱体化されたとはいえ。そういうわけで、まあなんかユニークデッキボーナスとかをもらいながら1位で312点も手に入れました。ありがとうございます。よし、たくさん手に入りましたね。これでランクが上がるのかな。覇者の心14個も手に入れた。さらに福引券が今回に関しては1位から4位どれになっても福引券がもらえるっていうことで、1位が一番もらえるって感じで、これで D ランクになりましたね。よし、ちょ、もう一回やっていきましょうか。まあ、今のような感じで、まあ、とにかく相手からダメージを受けないっていう、それを考えながらやれば結構勝てるんじゃないかなと思いますね。割とやっぱ大会なんで適当にやってる人って半分ぐらいいると思うんで、やっぱその人たちを出し抜けるようになれば、まあ勝率が本当に運ゲーとはいえ結構高くなると思いますね。はい、次はこんな感じです。ファンキードラゴってね、結構強いんですよ。これ俺のお気に入りモンスターなんですけど、
ファンキードラゴ使わせたくないな。いやでも一番上にあるからみんな選んでくるかな。でグレートドラゴンも強いんですよね。でもファンキードラゴンにしてみましょうか。よしよし、いい感じに揃った。そしたらもうファンキードラゴンにグレートドラゴンにあと一体なんか素早さが高そうなやつ、そいつ選んでいきましょうか。確かオニオーンも強化されたんだっけな。弱体だっけこいつは、ちょっと忘れた。とりあえずなんとなくこう全体見て丸が多い気がするな。だったら最初はグレートドラゴンで行ってみる。でファンキードラゴでオニオンかな。オニオンが現状今一番素早さが高い部類なんで、でここでバサラーナでも全然いいんだけどね。どうしようかな。バサラーナ、あーバサラーナにすっか。よし、オッケー。星1の丸が2つで行ってみましょう。はい、というわけで考えることはみんな同じ、グレートドラゴンをね、はい、この用意してきました。そしたらね、サイレスがかなり素早さが高いですね。まあ、全体見て丸属性に攻撃が非常に多いので、とりあえず一旦目は様子見。むやみやたらにチェンジアタック使うのはマジでクザクなんで、先手を取れるかと思いきや後ほどねボコボコにされるだけなんで、まあ、やっぱチェンジアタックはできる限り抑えながら戦っていきたい。あー、やめろマジで。まあこういう先手を打たれることもあるけど大丈夫、落ち着いてください。よし、あいい、オーケー、ナイス。星に50ダメージ。とりあえず厄介そうなキラージャックはぶっ殺して、でグレートドラゴンが何すんだこれ。よし、ミスオッケー。したらとりあえず素早さが高そうなあいつが蹴散らされられたんで、じゃあここはそうね、丸が左側、ルドウィグが丸が1体だけ、とりあえずこのバサラーナ出しときゃこのターンに必ずもうダメージ全部跳ね返すんで。うわっ、あいつ同じこと考えときゃあった、ふざけんな。ちょっと待って、あいつも全く同じだった、反撃の構え。俺も反撃の構えでなんか通常攻撃してこい、グレートドラゴン跳ね返してやるから、なんか来い。いや、ミス、残念。いや、ダメージ跳ね返せればでかいんだけども、いやまあしょうがないですね、こういうこともある。今回のアイテムに関してはこの2つだし、まあそうっすね、丸属性なんで、まあちょっと微妙かな、これは。ここで使うのは、いや使ってみよう、パワフルステーキで素早さも高いんで、まあ右のグレートドラゴンもぶち殺しながら全体30ダメージ。よっしょ、痛えじゃねえか。俺も30ダメージ引きたい、俺も30ダメージお願いします。なんか、いや20でもいい、20でも OK。 おら、50ダメージ、はい、からのグレートドラゴンが大丈夫、星に50だけど俺は星じゃないんで大丈夫、まあ、とにかく相手のバサナーラよりも俺の方が強い感じでいけば大丈夫、俺が勝てるんで。で右のセイラさんがあと丸属性が2つってことは分かりますね。まあ、あー、お前もバサラーナかよマジで。やっぱみんな入れてくんだな、バサラーナ。でグレートドラゴンがテンションぶち上げてきた。ちょ待て、お前パワフルステーキとかせこいぞマジで。じゃあやめろ、打撃ガード、打撃、あー、まあベホイミでもまあオッケー。よし、オッケー、ベホイミでとりあえずいいよ、 HP 的に20お得になったって話ですから素晴らしい。でこのバサラーナが問題、バサラーナが、よし、ナイスだ、ナイス、よし、パワフルステーキ完全に無駄になってやがるぜ。でグレートドラゴンが、おお、素晴らしい、よし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 、いいぞ、いいよいいよ、ダメージ受けないことが本当にこう嬉しい。ちなみに大会期間中は確か8ターン目でクライマックスバトルに突入して、丸属性でも星属性でも関係なくなるんで、まあそれまでにはちょっとこういろいろ終わらせておきたいところはありますね。で、おお、やめろ、やめろ、30ダメージ痛い。あ、でも大丈夫大丈夫、これで俺が10ダメージでも引ければ、よし、よしよし、オッケーオッケー、ナイス。よし、グレートドラゴンもろともぶっ殺して、でユーユーさんがあと星が1匹だけですね、まあ、そこも頭に入れながら、まあ、ここは星、いや、ルドウィグさんが、ちょっと微妙っすね。星を出してくれればこれファンキードラゴで一気にこうやれるんだけど、まあ、ここは普通にもう一回様子見ながら、あ、星出してくれましたね。でサイレスがバトステ使ってる。なんかここで、いや、もう最悪。あ、でも待って。オッケー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 。もう俺どうせ死にかけだったんで。オッケーオッケーオッケー。もうこのバサラーナを犠牲にね、俺は生き残りました。次のターン右を振る。やばそう。あれやばそうじゃないですか、明らかに。多分次ラブチョコとか使ってきますよ。だったら、ここは、そうね。そうだな。どうしようかな。ここは、まあ、こうファンキードラゴ出して麻痺させるっていうワンチャンがあるんだけども、まあとりあえずは
そうね、これで行った方がいいか。ファンキードラゴでワンチャン麻痺させましょう。部長が運営やっぱ使ってきた。最悪だ。で、大丈夫。自分の運を信じろ。自分の運を。丸属性に。やめろ、マジで。丸に攻撃は痛い。いや、マジでやめてくれ、本当に。談合してんだろ、ガチで。ちょ、待って待ってください。俺を止めるとまずいっすよ。うわ。オーマイガー。でも大丈夫。まあ、まだ耐える。まだ耐える。で、そろそろクライマックスバトルが、ここで始まりました。したらね、ここは、まあ、ちょっと耐えれなそうな感じはするけど、まあ、どうせ死にかけなんで、まあ、ここはもうファンキードラゴンに犠牲になってもろてですね、まあ、チェンジアタックしてもいいけど、結局素早さ的に、なんか結局変わんないんで、大ダメージ、危ない。おっぱ、パワフルステーキとか使ってきやがった。オーマイガー、大丈夫。踊る宝石をぶち殺して、あれ、もう、平等に行くなら俺のターン、平等に行けよ。なんで俺のターンじゃないんだよ。OK! 右のね、次のターン、右振ってください。いいよ。とりあえず、俺は次のターンまで生き残った。よし、いい、毒ナイス。毒強いんで。いいよ。これで10ダメージプラス20ダメージがかける2回なんで、これ50ダメージ相当なんで、これはすごく嬉しい。まあ、ここはね、次、グレートドラゴンがブレス入ってくるんで、あ、待って、これワンチャン俺あるんじゃね？いいよ、このターンも俺生きちゃうよ。これ麻痺とかしちゃって。おふざけんな、マジで。いや、40ダメージ。いや、まあまあ、しょうがない。グレートドラゴンをじわじわと、なぶり殺しにしていきましょう。いいよ。この毒のダメージは、俺は死んでもね、大丈夫なんで。で、ここでグレートドラゴンなんで、まあ、次のターンに右を振るってのを待ってもいいんだけど、まあ、それやっちゃうと多分、俺生き残れないんで、まあ、ここはラブチョコ使って、一気に50ダメージを狙っていきましょうか。したら、なんか来い。いやー、待て、爪尖れた。これ10ダメージ。すべての攻撃に乗るんで、6段ヒットの攻撃とかやられたら120ダメージになるんですよね。あーしよし、テールスイング。これでとりあえず、ライバルのグレートダゴンはぶっ殺して、で、あとはこのプリズニアンと一騎打ち。俺が50ダメージを出せるか、あいつが60ダメージかける2を出せるか、それによってかかってる。うおー、ちょ、危ねえ。大丈夫、生きてる。大丈夫です。頑張れ、50ダメージ。よし、ナイスだ。オッケー。いやー、白熱した戦いでしたね。はい。というわけで、これを見て、運ゲーだと思いますか？まあ、結局敵が何をやってくるかっていう、その分かんないんで、運ゲーなんですけども、ただこのようにして立ち回りを考えていけば、ある程度は勝率をコントロールできるってこと。まあ、結局のところ、運ゲーには変わりはないので、まあ、なので、まあ、負けようと思っても1位になってしまうことっていうのは当然あるわけですよ、バトエンって。はい、これで、バトエンポイントも手に入れて、福引券も手に入れました。いや、2連続1位、マジで気持ちがいいですね。まあ、このような感じで、まあ、ちょっと報酬取っていきたいなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはバトエン GP ということで、報酬もね、全部受け取ってきました。というか、ついでに SS ランクまで行っておきました。まあ、そういうわけで、早速報酬の方見ていくんですけども、まずは暗殺長の尻尾見ていきましょう。こんな感じです。まあなんかつけた感じかなり後ろの方に面積があるっていうか、ドラクエ10の尻尾ってまあ大体こう上方向とか下方向でなんかぐるってなってるものがほとんどで、自分自身のなんだろうな、その体積というか、まあそれはあんまり増えない感じなんですが、これに関してはもうバッチリこう増えてますね。で、次こちらサソリグローブ。はい。なんだこれ。なんかどっかにいたな、こういうロボット。ドラえもん描いてる作者のなんだっけな、芋掘りロボットだっけな、あれがなんかこんな腕してたような気がする。まあ、これちなみに爪じゃなくて腕ですからね。これで何かを持つんです。普通なんかこういう見た目って装備の爪とかなんですけども、いや、今回は違うと。ちなみにこの状態で爪とか装備したらどうなんだろう。ちょっと装備してみますか、これ。そうすると、あ、こんな感じらしい。あの、普通になんか持ってますね。傘アイテム外してバトルポーズとかしてみると、こんな感じです。まあ普通になんかおてての感じなんですね。続いてこちらダイオウイカのズボン、これ履いてみましょう。気持ち悪い。なんだこれ、気持ち悪い、マジで。ちなみに全体的に色を変えることができるそうです。まあでもなんか見慣れてくるとちょっと可愛らしく感じますね。なんというか、いろんなドレスアップとかでネタで使えそうな感じがする。
ちなみにこちらですね、前半戦の方にも、例えばサイレスの頭とか、その辺も手に入りますんで、なので前半と後半をやることによって、なんかとてつもないモンスターになれてしまうと。まあ、ぜひともね、後半の方もやりましょう。というわけで今回は前半のタクティカルピックバトルの方のバトエン大会の解説でした。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。